皆さんご機嫌いかがでしょうか。来世食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。デフォルメキングゴジラ2019&キングギドラ2019です。はい、こちらはプライズ商品ですのでゲームセンターとかの景品で置かれているフィギュアなんですけれども、こちら今年の11月に景品として置かれていた商品なんですけれども、まあ前の月のですね10月にこちらのゴジラのね、これよく見るとオレンジ色になってると思うんですけど、バーニングゴジラなんですよね。で10月にはこれの通常カラーバージョンが出ていたんですけど、僕はそちらの方はゲットできませんでしたので、このバーニングゴジラと同時に出ておりましたキングギドラ、こちらのセットでございます。これもですね、僕ちょっとゲームセンターで見つけきれなかったんですが、なんとこちら視聴者さんの方から譲っていただきました。ありがとうございます。ちなみにゴジラといえばこのデフォリアルというですねデフォルメのシリーズが非常に人気でシリーズ化しているんですけれども、とにかくデフォリアルは高い。仮面ライダーのもね5、6戦とかで確かラインナップされてるんですけれども、あんまり大きい大きさじゃないというか、まあデフォルメされてるんで小さく見えるだけなんですけれども、実際のフィギュアーズぐらいの大きさはあるはずなんですが、まあそれでもねちょっとお値段の方が高くなっておりますので、僕はデフォリアルシリーズは一切買ってないんですけれども、まあ今回ねそれより一回り小さいとはいえデフォルメのこのフィギュアの方がゲットできましたので非常に楽しみでございます。早速開けてまいりましょう。早速開けてまいりますが、そういえばあれだよね、あの12月の18日にゴジラキングオブモンスターズの DVD ブルーレイの方も発売となります。僕も予約しておりますけれども、それも非常に楽しみですね。このタイミングでこういう商品が手に入ったのは非常に嬉しい。このねゲーセン景品らしいこのボール紙に包まれている感じが非常にいいですね。お、見えた。行きましょう。ドドーン。お、あ、思ったより小さいね。あ、でもすげえずっしりしてる。重たいな。で、中身はこちらのゴジラ2019バーニングバージョンの本体と台座が一つ付属しております。こちらの台座は倒れた街並みがあって、瓦礫がある感じですね。で、ここに2つ、ね、あの足を取り付けるところかな。多分ジョイントみたいなものが、うん。この穴を取り付ける場所ですね。これがありますので、まあ、その上にザクッと刺してやる感じですね。ですが、ゴジラこれ本体、全然台座がなくても自立しますので、全然いい感じですね。中華、重すぎて。音がするで裏面はこのようになっております。非常にですねいい作りですよ。これビルですよね、倒れてる。なので新再現かな、おそらくあのラストバトルのところだと思うんですけれども、非常にいい感じでございます。台座も綺麗ですね。そしてバーニングゴジラ本体でございます。非常にいい感じですね。いや、やっぱこう見るとさ、通常カラーバージョンも欲しかったなっていう感じはしますけれども、なんかね光ってるというよりはこれすごいな、オレンジのまあ素体に黒くつけてるのかな、あ違うわ逆だ、オレンジに塗ってる感じだねこれ。いやすごいな、どんな彩色だよ本当に。でちゃんとね目ん玉はあるね、うん、オレンジで綺麗に描かれてますね。口の中もすごい、ベロまできちんと塗装されてる、うん、ベロだけこれ別素材っぽいな、なんかこれだけプラスチックっぽいもんね。ちなみに大きさ的にはね、このどのご家庭にもあるプログライズキーと比較すると、ほんと同じぐらい、プログライズキー1個分ぐらいの大きさだし、どのご家庭にでもあるライドウォッチでも同じぐらいかな。だからだいたい手のひらに収まるぐらいっていう感じかな。コレクションアイテムぐらいの大きさですね。それでは台座取り付けていきましょう。このね、瓦礫のところに尻尾が来るように取り付ければ、非常にいい感じに決まりますね。台座あると全然違うな、またこれも。いや、これはね、飾り映えしますよ。いや、これは本当にいい商品でございます。あのね、デフォルメってさ、個人的に実はあんまり好きじゃないんだけど、このデフォルメはね、すごくいい。ゴジラの特徴がすごく出てるよね。この恐竜に近い造形というか、あのゴジラ2019のあの良さっていうのは、背びれが日本のゴジラに非常に似てたりとか、尻尾が極端にはね長くなかったりとか、あとやっぱり顔のこのね頬の横のこの爬虫類的な造形、これがやっぱゴジラらしさ、ゴジラ2019らしさがね非常によく表現されてて、すごく好きですね。続いてキングギドラ開けましょう。では行きましょう。ドドン。おお、あ、キングギドラはすごいなんか本編っぽい色で、しかもパーツも分かれててすごいな、ボリュームありますね。はい、というわけでこちらがキングギドラ2019でございます。いや、かっこいい、いいね、
いいねめっちゃかっこいいっすよ。あのね、やっぱね、このキングオブモンスターズの時のキングギドラって黄金に金ピカに光ってるっていうよりこのねマット素材っていうの、このね微妙にリアリティのある色合いがあるんですけど、これがね非常によく再現されてますね。モンスターズ僕持ってないですが、モンアツのキングギドラもこんな感じだったもんな。すげーかっこいいです。まずそもそもの台座ですけれども、この台座はねさっきのねゴジラのやつとほぼほぼ一緒なんですが、このね足に刺す支柱の部分、ここの位置がねゴジラはもうちょっと前にあったんですけれども、ここの位置だけ変更になってますね。キングギドラの足に刺すための位置に変更されております。ちなみにキングギドラ今回これに関しては自立しません、自立しませんので必ずこの台座が必要となります。この顔、デオすごくない？プライズ商品でこのクオリティはすごいな。めちゃめちゃ細かいですよ。このね鱗がねまたリアリティがあるよこれは。あーゾクゾクしません？これアップで見るとまためちゃめちゃいいな。キングギドラはさ、やっぱさ、ロマンが詰まってる。ゴジラもいいんだよ。ゴジラもすごいいいんだけどさ、やっぱ最強のライバルって言えますよね。本編ではね、モンスターゼロなんて言われたりとかしてね、まあ偽りの王とか言われてましたけれども、いや確かにゴジラが王ではあり、ゴジラがキングではあるけれども、キングギドラ、お前も確かにキングだよ。やっぱ強くてかっこいいもんな。あの首がさもげてさすぐ再生するシーンとかあったじゃん。あれとかねめちゃめちゃゾクゾクしたんだよね。やっぱああいうねなんか不死身感、やっぱキングギドラあれでこそですよね。そして今回のゴジラとキングギドラ並べるとこんな感じでございます。いやー対決としてもね非常にいい感じですね。多分大きさの比率的にはキングギドラがもっと全然大きいんで、まあこれはねサイズ比が統一されてるっていうわけではないんですけれども、いやこれはまた映えますな。いややっぱ改めてゴジラの通常カラーバージョン俺手に入れますわ。これはね並べ映えするよ。こんな感じでさ並べてたら、いやいいじゃんいいじゃん、インテリアにいいよ、玄関に置きたいよこれやっぱさ可動フィギュアを普段買ってるから、あの仮面ライダーのね、やっぱりこういう可動がないフィギュアっていうのはあんまり僕持ってないんですけれども、やっぱこれはこれでありですね。いやかっこよかったです。これは本当に買うべき、手に入れるべきです。あのゲームセンターまだ置いてあるかな。まあぶっちゃけさこれ Amazon で買えるんだよねAmazon で多分ね2000円前後ぐらいでおそらく買えると思いますんで、気になった方はぜひちょっとチェックしてみていただきたい、うん、はい。というわけで本日はプライズ商品のデフォルメキングゴジラ2019&キングギドラ2019をご紹介いたしました。デフォルメという形ではありますけれども、非常にクオリティの高いフィギュアが入っておりましたので、いやーこれは本当にねゴジラ好きな人にはおすすめでございました。先ほど申した通り Amazon とかではね結構安く手に入れることができますので、気になった方はですねぜひそちらの方もチェックしてみてはいかがでございましょうか。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。